ここのフルーツサンドを食べたら本当にケーキっていうかスイーツという感じで。今日紹介するのは宇部市のブルーウェイブス。手作り弁当とサンドイッチのテイクアウト専門店です。情報誌に勤めていたオーナーの前田正則さんが取材を通じて自分で作ることに興味を持ち、山陽小野田市のショッピングセンター内で始めたお店を今月移転オープンしました。ブルーっていうのが憂鬱な気持ちっていう部分と、ウェイブスがバイバイっていう意味があるので、そういった日常生活の中で、ブルーな気持ちをここの商品を食べることによって離れるというか流すというか、バイバイできるような形にできたらなと思いまして。食べて気持ちよくなってもらいたいというブルーウェイブスの一番人気は、いちごやバナナ、柑橘など季節限定のフルーツを使ったフルーツサンド。こちらはいちごとホワイトクリームサンド。新鮮ないちごを包み込むようにぎっしりとホワイトクリームが詰まっています。またホワイトクリームの他にもチョコクリームやキャラメルクリームのサンドもあります。そしてこちらの白縫いプラスチョコサンドは、柑橘の酸っぱさとチョコクリームの甘みがたまらない一品です。クリームがたくさん入ってるんですけど、たくさん食べてもまず甘くない、控えめな味で噛み応えもあり、表現すると持って食べれるケーキっていう感じです。クリームは重すぎず甘すぎないようにと数種類をブレンドして作られています。さらにこんなこだわりも。パンとクリームとフルーツがやっぱりなじまないと綺麗にならないし美味しくないので、一晩寝かせてるっていう点ですね。販売する前日の夕方に作ってよくなじませてから翌日店頭に並びます。またブルーウェイブスでは移転オープンしてから県産の絹娘を使った日替わりの手作り弁当も始めました。こちらはチキンチキンごぼうやハンバーグ、酢鶏などが税込み500円というリーズナブルな価格と素朴な味が、周辺にある企業の社員さんに好評です。お得感満載です。ふるさとを思い出すような美味しい味が、はい、します。気軽に楽しめるフルーツサンドやお弁当を通じて地域に親しんでもらえるお店にしたいそうです。今イベント出張とかで販売させていただいてるんですけど、県内でそういったところでやっぱり知り合いがどんどん増えてきているので、そういった形でいろんな方々とコラボする形でお店を盛り上げていけたらなっていうのと、あと地域貢献できたらなと思っております。これからのシーズン、ブルーウェイブスのフルーツサンドやお弁当を持ってハイキングとかいかがでしょうか。